い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回信長の野望大使信長プレイ続きをやっていきましょう。ここまでですね、まあ、今川と開戦したり和睦をしたりというのを繰り返しながら、それでも地道に勢力を広げてきて、今や今川と肩を並べるくらいの力をつけてきたという状況になります。で今はですね、山名家と、まあ、開戦中、戦争中なんですけども、まあ、山名に関してはできるだけ早い段階で一度停戦状態に持ち込んでですね、畿内一円を手中に収めていきたいなというふうに思っています。でそのためのちょっとね、条件を確認しておきたいんですが、なんといってもね、やっぱり堺、大阪を抑えたいんですけど、ここがですね、今だと本願寺が抑えていて、その本願寺はというと、これを見る限り将軍家だったり上杉家だったりっていったところとかなり強力なコネクションがありそうですね。どうするかな。まずは敵をあんまりね、多く作ることもできないという事情もあるので、兵糧的にきついんですよねっていうことを考えて、次の標的をどこにするかなんですが、近さ的にはどうかな。まあ、長島城をね、取るってなると本願寺と開戦になると同じことになってしまうんで、かといって武田とことを構える気もさらさらないとなると三好かな。三好もね、ただ強いんですよね。ものすごく兵力持ってるんで、三好と本格的な開戦をしていくってなると、それはそれで骨が折れるし、とはいえね、さっきも話したように山名家と開戦状態を続けるってなると平坦的に厳しいんですよね。どうしても攻める場所にたどり着くまでに兵糧を使い尽くしてしまうっていう事情もあるので、まあ、ここは、まあ、ある種我慢をして三好と開戦に踏み切っていきましょうか。なのでまずは講和ですね。講和しておきましょう。山名家とは講和、まあ、どんな条件が出てくるかはわからないですが、まずは講和しちゃいましょう。おっと、義元は再び将軍家に対して、いや違うな、義元がこちらに宣戦布告か。刈谷城に敵が迫っている。その数1万1000。さらに数は増えそうな気配があるけど、どうだ、5万6000の兵か。これはかなりでかいな。となると一旦刈谷城を取らせてから、刈谷城を包囲して、本能寺の変を起こすっていうのが一番良さそうだな。そうしますか。そのためにじゃあ兵を清須あたりに集結させましょう。こちらも刈谷城が落とされるぐらいのタイミングで集結かな。金銭銭、まあこれは渡しておきましょう。今そちらに兵を出す余裕はないので。でもこちらもどうしようかな。一旦鳴海城あたりに兵を集めますか。5万2000。5万2000の兵、集めましょう。鳴海城に兵を集めます。で刈谷城からは全てを引き上げましょう。先月の終始でございます。これより表情を行う。
面白い。さあ試作はどれを打っておくかだな。アクロ走破は入れておきますか。あとは論議系があるんでこれも入れておきましょう。で忘れないうちに配属で刈谷城から全部人を引き上げましょう。かつ後瀬山に全員移すか、刈谷城にいる人物を全員移しましょう。刈谷城はもう完全に捨てと。集結が遅いな。何してるんだ。まあ、敵に対して何してるんだっていうのも変な話ですけど、刈谷城を落とさせるというのが一番の目的ですからね。ちょっと集結が早すぎたかな。兵糧の消耗が激しくなっちゃうんでちょっと怖いかなっていうところですね。じゃあ、今のうちにというわけではないんですが、同盟を結べるところは結んでおきましょう。まずは、畠山に対しては同盟可能なところまで原因を派遣しておきましょう。承知いたしました。でその他でいうとどうだ。別所、赤松、浦上、山名、この辺とはどうしたいというのもないしな。長尾、まあ、畠山とも同盟可能なところまで持ってきますか。であとは交渉ですね。長尾家に対しては兵糧を要求しましょう。これで同盟が結べれば御の字。かしこまった。得意の外交ですね。まあ油断ならないのが今川はね、今なおまだ家康はじめね武将を囲ってるってところがきついんですよね。では刈谷城に向けて刈谷城奪還を行っていきましょう。まあ、吉本を倒して刈谷城をさらに奪還する感じですかね。兵の数は互角、5万対5万。で敵の方はやっぱり強力だな。どう見ても強力だ。吉本の軍勢はじめ強力ですね。まあ、なんといっても家康、忠次、忠勝、安政、寿桂、直虎。いやこれは負けられないな。どうする。ここは本陣切り込み。いや、おとりにしよう。おとりで誰をおとりに使うかだな。おとりが壊滅するときついものの、斎藤利光だったら任せられるね。まずは敵の陣を潰すというところは最初にやっちゃいましょう。で残りの部隊はそのまま前進をかけていきます。まあ、敵の陣をね潰してしまうっていうのが一番最初にやっとかないと、こんだけ戦力的に拮抗してるとなるときついですからね。策のある者がいるようです。これが我が策にございます。その首、我が策がもらい受けよう。いや受刑にとか1万の軍勢囲ってんのが強力すぎんだろう。さすがに。でおとりが発動するってことは、おとりに対して強撃ができるように
少し兵をうまい感じに包囲殲滅できるような体制にしておきましょうか。当然信長も出しておく必要がありますね。これが我が策にございます。鉄砲が撃てるならもう鉄砲を打ちかけておこう。よし、挑発が発動したんで、これで挑発部隊がうまい感じに挑発に乗ってくれれば御の字だな。おとりがうまく機能してないな、まだ。敵の視界内に入らないとうまい具合におとりが効かないですね。敵の居場所が知れました。やりたい、前へ。さあ、そしたら直政は横から突撃をかけましょう。とさせていただこう。行け。ゲチよ、覚悟しろ。ゲチよ、覚悟せよ。ゲチよ、始めるぜ。ご命令を。覚悟しておけ。命令してくれ。結構ね、しっかり指揮を取っていかないと食らわせてくれるわ。危ないからな。やりたい、前へ。放て。敵の居場所が知れました。お命令を。これが我が策にございます。この策で勝利をつかむ。始めるぞ。我が策、ご覧くだされ。命令してくれ。この策で叩き潰す。ゲチよ、始めるぜ。我が部、思い知るがよい。敵の居場所が知れました。さあ、おとり挑発が発動したんで、これでおとり部隊がね、しっかりその役割を果たしてくれれば一気に勝利が近づいてくるかな。この策で勝利をつかむ。ゲチよ、覚悟しろ。ご命令を。覚悟せよ、ゲチよ。さあ、行こうぜ。ご命令を、始めるぞ。この攻め、かわしてみせよ。今だ、放て。よし、まず受刑に改装させたんで、受刑に1万を追ってくっていうのはかなりきついんで、受刑には追うのはやめましょう。もうできるだけ敵の部隊をどんどん改装にさせて、戦力ゲージで押し切るっていうね、作戦でいきましょうか。やっぱりね、ちょっと受刑に改装させたところで受刑に自身の兵力をゼロまで削り取るというのは事実上不可能かなというところもありますからね。策のある者がいるようです。掴んだ勝機、逃しはせぬ。放て。守りを固めよ。放て。策のある者がいるようです。この策で牛一を、そしたらもう最後の残ってる陣をかすめ取りましょう。これが我が策にございます。手加減できるほど器用じゃないんでな。始めるぞ。我が策、ご覧くだされ。ゲチよ、さあ、い
行こうぜ。始めるぞ。この策で勝てるはずだぜ。我が覚悟お見せしよう。我らが力示すは今だ。敵の居場所が知れました。今は引こう。これほどと。今は引くぞ。やりおる。策のある者がいるようです。ゲチよ、ご命令を。覚悟してもらおう。よし、吉本が出てきたんで吉本を狙うか。この策で勝利をつかむ。ゲチよ、始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。この策で勝てるはずだぜ。勝てるとでも思った。ただこっちも家康と対している部隊はそれなりに家康に対して削られてるな。守りを固めよ。放て。叩き潰せ。改装したか。まあある種予想通りというか予定通りというかしょうがないね。そしたらひげの体を一旦下げよう。持つとも思えないけど。さあ行こうぜ。覚悟なき者負けはせぬ。信長もちょっと危ないんだよな。信長がねやられるなんてことになるとだいぶ話が変わってきちゃうからな。せっかくご覧くだされ。こらえてる中ご覧くだされ。信長も一旦下げるか。士気を回復させよう。このままだと信長が改装すると一気に崩れるんで。わしは負けぬぞ。今は引くぞ。守りを固めよ。三河魂本当に厄介だな。返すぞ。ゲチよ、始めよ。行け。ちょっと一旦下がりながらの戦いに変えて士気を回復させましょう。さあ行こうぜ。覚悟しておけ。どんな策ご覧くだされ。ゲチよ、我が手でこの乱世を終わらせる。この一撃受けるがよい。回想するよね。間に合わなかったよね。もう一度出ましょう。放て。これからぞ。足軽隊前へ。ゲチ始めよ。これが我が策にございます。ゲチ始めよ。行け。ご命令ください。始めるぞ。命令してくれ。ご命令を。始めるぞ。あとは吉本を釣り出して吉本をね一気に殲滅する作戦かな。浅はかな。足軽隊よし、いい感じで踊り舞台に吉本が引きつけられてるんで、これはちょっと式的に微妙ですけど一気に吉本を殲滅しますか。ゲチよ、始めよ。この策で勝利をつかむ。この策で勝利をつかむ。手加減できるほど器用じゃないんでな。始めるぜ。覚悟しておけ。吉本を階層に追い込んで繊維ゲージを削り取りましょう。浅はかない。放て。叩き潰せ。この策勝利をつかむ。時には大胆に攻め込まねばな。
さて、見つぶしてやるぜ。愚か者には、なんとかこれで吉本軍を改装させたんで、あとは戦意ゲージがガクッとこちらに来るまで耐えることだな。よし、吉本の本陣を改装させたのが効きましたね。おとり挑発がうまいこと吉本だけにはまったのが勝因かな。これで刈谷城を逆に包囲すればいいんだな。これで一応あれですよね、予定では。早かったな。刈谷城早かったな。いや、目論見では刈谷城を囲んでる間に桶狭間が起きるんじゃないかという目論見があったんですが、その目論見虚しく終わっちゃいましたね。そしたらじゃあ岡崎城を取りに行きますか。せっかく軍が集結してますからね。24ヶ月の同盟、これは願ったり叶ったりですね。まあこうやって地道に今川領を削っていきますか。であとは鉄砲とかをちょいちょい買ってきますか。かしこまりました、ありがとうございました。仰せの通り。でせっかくね武将移動させたばかりなんですけど、刈谷城に人を入れないといけなくなりましたね。そうするとどうする？鳴海城あたりからいい直盛入れますか。それに芝を入れておきましょう。使いの者が来たようです。今川家からの交渉か。兵糧1万500、いやこれは拒否だな。岡崎城を取ってしまおう。樹形にごときであれば粉砕できるはずですね。桶狭間にならずっていうのがねちょっと残念でしたけど、さあここは敵もそんなに強くなさそうなんで、全軍突撃で一気に蹴りをつけましょう。まあ、観音寺から出てる信長の1万がねやっぱり効いてますよね。敵の居場所が知れました。見つけたぞ。敵の居場所が知れました。好機は今ぞ。やりたい、前へ。油断大敵だぜ。多分あっさり決まるんじゃないかなとは思うんですけどね。一旦引くぞ。兵の数的にも士気的にも武将の質量ともに圧倒してるはずなんで、叩き潰せ。一度引くぞ。負け戦かよ。これにて幕とさせていただく。いや桶狭間起きなかったか。ちょっと兵が大きすぎてというか強すぎてというか数が多すぎて一瞬で蹴りがついてしまったのが多分良くなかったんでしょうね。時間をかけてじっくり包囲してればきっと桶狭間合戦も起きたんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっとそこがまあ、ある種目論見から外れてしまったところかなっていうのはありますけどね。さあでは岡崎城はこのまま取りましょう。乱世が望む俺の天界。で岡崎城を取ったことによって勢力的にはどうなる。武田をこれ以上刺激したくないというのもあるんで、苗木城、岩村城はそのままにしておいて、吉田城、長篠城、この辺りを攻めてみますか。まだ兵に余裕はあるんで、苗木城、岩村城に兵を進めるよりかは、やっぱりどう考えても
近さ的にも吉田城に兵を進める方がいいよね。行くぞ。で吉本と決戦になるわけだな。ここも吉本との決戦に勝利できれば一気にこちらに流れが傾くでしょうというところですね。報告いたします。兵糧的にはどうなってるかだな。まだ大丈夫ですね。まだもうちょっと戦えるかな。そしたら何入れとくかですね。牧畜支援とあと入れられるのがあればと思ったんですが、特段今すぐやりたいのはないかな。まあ、武田と戦うときは騎馬隊をね、対騎馬防御を上げたりとかしておきたいなという気もするんですが、今はね戦うつもりもないので。ではこの後は吉本との再戦になるものの吉田城での再戦ですね。さっきはうまいことね、こちらの策が当たりましたけど、まだね今川とまともに戦う力はないので、というかまあ戦えるんですけど、戦うと消耗が激しいんで、うまいことねやっぱり敵の戦力を削りながら戦っていきたいなと思うんですが、今川総兵力4万かで、人口が13万、兵糧収入が3万ですね。で信長はというと、もうすでに兵数、金銭収入、兵糧収入ともに倍近いな。ということは今川領を一気に飲み込んで、その上で邪魔くさいのが浅井、足利、この辺りがちょっと邪魔くさくなってきますから、先に浅井や桜あたりを殲滅するというのも手ですかね、もしかしたらね。まあ、とはいえまずは今川だな。さらに武田に対してもある程度備えておきたいというのもありますしね。はい、というわけで、時間もちょうどいい30分ぐらいになりますので、一旦ここで終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。引き続き応援よろしくお願いいたします。今日が一応年内最後の動画の更新になる予定になってますんで、本当に今年も1年間動画をご覧いただいた方本当にありがとうございましたというところで、別の動画でもお話してるんですけども、年明けはですねちょっとバタバタしてしまって、毎日16時に動画ワンダーの方で、僕の方で更新してるんですけども、ちょっと不定期更新という形に、最初の2週間はさせていただきたいと思います。で動画の更新状態とか、こいつ何やってんだとかっていうのはね、ツイッターとかで、随時公開更新しておりますので、ツイッターの方を覗いていただければと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。